皆さんこんにちは、若原亮です。この度、定築レコードさんの企画でラジオ体操をやるというその企画を私も参加をさせていただけることとなりました。自粛生活の中でございます。楽しくと思って、先輩の皆さんもいろいろされているのを見ました。私も楽しくラジオ体操をしたいと思います。言っておきます、私は釣りが趣味でございます。趣味は釣りでございます。では皆さんも一緒にラジオ体操行ってみましょう。山形弁でラジオ体操大豆、はい、いきますよ。大豆って大豆って、はい、はい、つぬさんすごろぐすずはずさんすごろぐすずはず5g 太りました。以上、若原亮でした。皆さんも楽しくねー。